ちのネギからここ全部ジャガイモなんですか。そうです。わ、うん、すごいですね。品種何かも。品種はあのまあ美味しいっていうやつで今。はい。まだ出てね3年かな、あのトウヤってやつね。あ、トウヤですね。トウヤ。ねえ、あれは豊城とか早瀬城かなんかを合体させた。ああ、そう。ですよね。トウヤも品種。保存も効くからいいですよ ね、うん、甘みはあるしね。はい、これはこっちは、うん、この今耕し ここは、ね、この列だけがあの、はい、里芋を、あ、里芋なんですね、うん、里芋だけどなんか普通の里芋じゃなくてエビ芋みたいなやつかな。エビ芋、あ、エビ芋、うん、少しこう長めの、はい、あれ美味しいんだよね。美味しいですよね、うん、普通の里芋と安頭の子、はい、愛の子みたいな、愛の子のね、はい、両方掛け合わせのやつ、いろいろと変わった品種がある作ってるんですね。種もらったやつをねそれが出てきて、もう伏せ子、うん、もうこの入ってるんですか。これ、あ、もうこれ見せいいですか、見せさせていただいて。ああ、なるほど、これ分かりやすい印が、うん、この列に植わってる、ここに植わってるよっていうことで黒いつぶつぶしたものがあるんですけど、これは何か肥料、堆肥か何かですか。白いのはしっかりで、黒いのは、はい、黒いのはね、この鶏粉か何かですか。肥料なんです。はい、これはお菓子なのかな、これがあるんですよ、はい、おー、すごいのがありますね、うん、EM 菌入り、あ、今こういうのが売ってるんですね、ぼかし肥料。なるほど、これを使っているということで、中身いいですか、ね、はい、いいですよ、どうぞどうぞ。あ、すごいですね。あ、なるほど、これを入れたとこの、こういうとこですね。そうすれば今こっちじゃがいも浮いて余ったんです。はい、あ、なるほど、あの浮いた時には中へこう入れちゃってね、生と両方混ぜて、あ、すごいですね。わ、ニンニクもすごい立派で、これもちょっといいですか。これも寒い年時期は結構ちっちゃかったですけど、大きく、はい、すごいですね。あ、大玉ニンニクとかいろいろとまた変わったやつがあるんですね。へえ。去年のやつの、はい、取っといてやったのが大玉ニンニクなんですけど、へー、あんまり伸びは変わんないようですね。これはあのこのニンニクは種が高いから、試しにこれあの中国のね、はい、種を、はい、巻いたら結構あれなんだよね。あ、よく食用で3つで100円ぐらいで売っているのがありますね、うんうん、スーパーで。だから週3でもここでたまに、ええ、そうすれば国産になって、国産になっちゃうかなと思ってさ、向こうで育てたと違うから。へえー、まあこれもすごいな。これは小松大きくなっちゃっててね、あの、はい、小松菜とそれから向こうがチンゲン菜なんだけど、はい、大きくなっちゃって、これなんか頭はあのツナッパ類の菜花として摘んで食べたりしてるんですか。あの柔らかいところだけ、柔らかいところだけ、粒、いやー、なるほど、美味しそうですね。味噌汁にしたりね、茹でて食べたりね。はい、どうですか今年とか、なんかこう雑草なんかはなんか目立つ雑草とかってありますか。ここんとこなんかこればっかり増えてるよなみたいな。まあそんなに感じなかったけどね。なんか今年あったかいって言われてますけど、うん、でも本当雑草が綺麗に草刈りされてるから、もうほとんどないですよね。すごいですね。これ収穫した後にこれは埋め込んで枯れ草とかを入れてるんですね。うん、あ、しばらくしたら耕して、はい、スイカを植えようかなと。あ、これ焦がスイカなんですね。深く掘って残骸を入れてまた埋め戻して、うん、
スイカだと、まあ、ゴールデンウィークとか、うんうん、ですね。なるほど、いろいろと工夫されて、あのトンネルの中もいいですか。春大根、春大根ですか、これは。へえー、はい、おお、すごいですね。これは、はい、一本立ちにしたんですよ。あ、はい、あ、やっぱり間引いたんですね。間引きして、こいつにして。おお、立派ですね。一本立ちね。すごい。まあ、わあ、わあ、わあ、これは立派ですね。そしたら、この。はい。やっぱり真ん中があったかいのかね。はい。真ん中の方がこう、いくらか大きさが強い。確かに。伸びがいい。まあ、そうですね。言われてみれば真ん中の方が大きいですね。うんうん、マルチなしでこれだけ大きくなるっていうのはすごいですね。なるほど、すごいな。あ、棒切りタイプのいい農具使ってますね。そうですか。はい、これが農業用ビニールの棒切りタイプ。あ、いいですね。考えないでください。厚みもあるからこれが丈夫ですね。厚いよね、これ。これは相当厚いですね。 0.1 ミリだから、うん、厚いんですよ。ビニールハウスで使うぐらい厚みがある。風に丈夫ですね。すごいな。こちらもすごい。これスナップエンドウが、うん、スナップエンドウ今年はすごいんだわ。成績いいですね。わーわー、まあこれ工夫されてますね。この竹に笹だけに今度は、あのこのあれネットにこう、なるほど、あんまり背圧かけないようにね。そうです、ね、棒をあんまり立てんじゃ棒が何本もないと立たないから。なるほど、これなら簡単にやるんですから。ちょっと真ん中に1本やって合掌造りみたいにバッテンにして、でフラーネットみたいのをかけてるんですね、うんうん、でそれだけだと這うのがあれだから、こう、うん、笹の葉っぱの枝をこう描いて、うんうんうん、反対側に刺して、うんうんうん、絡みつくように、うん、いやーすごい。あ、わおとしてるな。すごい太いですね、葉っぱも。これ元気がいいよね。元気がいいですね。結構今年風で煽られてやられちゃってる方がいるみたいですね。あ、まあ、これだけ立派な。いや、すごいわ。やっぱりこう一手間かけるこの波板がいいあれですよね。ちょっとしたあれでも違うんだよね。そうですよね。まあ、空豆も大きいし。今度ね、空豆もそろそろもう、はい、あの消毒しないと虫がついちゃうんじゃないかなと。あ、そうですね。去年は失敗したんですよ。あ、ぐんぐん伸びてね、はい、ちょうど花がついて、はい、実がなれ始めた頃虫がついちゃって、黒い虫がね、アブラムシかな。アブラムシだよね、うん、で確かに食べるまでにはダメだった。結局その前の年は大丈夫だったんですよ。あ、そうなんですね、うん、去年はちょっと手抜きした。手抜きしちゃったんですね。手抜きして。こちらはこれ何ですか。これ柿菜ですね。あの別名野良棒なんていうんで、ああ、ジュエルなんかで売ってんだけどね、野良棒。でも 柿菜ですよ、これ。なんとも言えないこの味が。うん、これもね、あの、はい、新芽がこう出てきたやつを書いて食べると柔らかくて美味しくて。そうですよね。これ埼玉の方で有名ですよね。野良棒な。わあ、見事だ。すごいですね。これはもうなんか堆肥が入ってるんですか。堆肥はそんなに堆肥っていうか、まあ、あの火星が主ですね、はい、あ、火星が主でもこれだけがっちりとしたのが、うん、あのネギちょっと太いんですけれども、うん、そのネギはこれはね、下仁田、うん、これは下仁田ですね。すごいな、いい感じですね。これは下仁田で、向こうが太っこネギってやつね、はい、あ、また違うんですね。向こうは太っこ、へー、
見た目は同じように見えますけど、これが変わってくるんですね。これ大体何月頃、年末頃ですか？ですね。食べられるのは夏場からは食べられるんでしょうけど、あんまりやっぱり寒くなってからのが美味しいんだよね。あ、ネギは。だから、そうなんですね。そっちのトンネルの一番端の方へは、はい、ネギの苗が今巻いてあるんですけど、これ小さい。あれはちょうどいいんじゃないかな。これはちょっと早いかなって気はしてるんですけど。そうなんですね。こっちにも何か植わってますね。油中ですね。あ、これはブロッコリーです。あ、ブロッコリーですか。ブロッコリーの、へぇ、丸く普通になるやつと、もう一つはあのスティックってやつね。あ、スティック。はい。なるほど。あと、この菊がいつも通りから見てて、すごい。あの、あったんですけど、私はこの菊は、あの、はい、もってのほかっていうやつで、ああ、これもってのほかだったんですね。食べられるやつで、わあ、綺麗ですね。このアメルキカは向こうへ吹いちゃったんで、ここはみんなもってのほかです。これ食用菊ですね。食用菊です。なるほど。移植して、このこっちのほか株分けして、うん、それ、ま、それはね、はい、花だけの、あ、こっちは花なんですね。なんで今年はあんまり、どこへかちょこっとやるぐらい。なるほど。あ、ちょっとあったかいように枯葉とかも引いてあるんですね。これ肥料っていうかね、はい、堆肥に、あ、落ち葉の、ね、なるほど、落ち葉堆肥みたいな感じですか、うん、おー、すごい。この黄色い花がたくさん咲いて、あちらの方も咲いてますけど、これは何ですか？水仙。これが水仙ですね。黄色いの水仙ですね。あー、綺麗ですね。水仙の花。うわ。これまた葉っぱがちょっと形が変わってる。これジャーマンアイリス。ジャーマンアイリス。なるほど。あ、色がさっきの水仙黄色だったけど、これも水仙かな。水仙ね。マナジャーマイリスはこれから。これから。うん、ああ、そうなんですね。夏頃。あれですね、6月頃かな。なるほど。すごいな。いろいろと、いろいろと次から次へと、収穫があったらすぐ耕して、また植えてと。今年は夏野菜はキュウリ、例えばキュウリとか、ナスとか、うん、ピーマンとかありますけど、作る予定はあるんですか？あります。キュウリ、もうキュウリは今、はい、ちょうど芽が出始めるところで、はい、苗を仕立てています。あ、苗仕立てるんですか？自宅で。自宅で、すごいですね。へぇ、今まで買ってやってたんですけど、はい、少し今年は多めに浮いてみようかなと思って、多めに浮いて、あの古漬けっていうやつかな。あ、古漬け、うん、古漬けにして食べたらどうかなと、はい、あー、いいですね。美味しいから、うーん、古漬けは。なるほど。生で食べんじゃ食べきんないからね。そう。一回なるとなり抜きますよね。自分でやってるんですね。あ、そう、じゃあ楽しみですね。何か自宅でやる場合は、あの発泡スチロールの中に、発泡スチロール、はい、この普通のこのなんていうかな、小さいもの入れて、はい、その中に。なるほど。じゃあ室内、家の中とか、寒い時は室内入れちゃったり、今日みたいな時は外へ出して、はい、あのビニール、薄いビニールをね、かけといて。なるほど。そうすると暑すぎちゃうんだよね。なんで、あんまり暑い時は上にまた日陰になるようにして。そうですよね。やっぱ暑い時は暑いし、難しいですね。なかなかね、苗をしたって難しい。確かに。だから。まあ、できるだけ、はい、自分でやった方が面白みがあるから、ね、そうですよね。なるほど。ありがとうございました。はいはい、どうも、またすみませんね。いただいて、いつもいただいて。あ、どうもです。申し訳ない。じゃあ、また失礼します。ありがとうございました。はいはい、こちらから失礼します。はい、ということで、いつも家庭菜園でやられている、方のから、インタビューですね。心よく応じていただきましてありがとうございました。これはジャーマン
アイリスも混用してたんですね。まあ水仙は分かっていたんですけども、このちょっと幅が広いやつ、これがジャーマンアイリスだったわけですね。なるほど。まあちょっと他もちょろっと、あちらの方も今ちょっと忙しそうなんでお声はかけませんが、来てますね。今日はスイカをよく栽培されている方です。ニンニクがすごいです。この方は根菜類が、特にまあ玉ねぎとかニンニクとか大根はすごくいいですね。牛糞堆肥を相当入れてますので、ふかふかな土といったところでしょうか。そしてこちらの方、いつもの方ですね。ちょっと先ほどいたのでお声かけたかったんですけど、カメラ撮って、電池がなかったので自宅に戻ったら帰られちゃいましたね。だからちょっと花を聞こうと思ってたんですけれども、視聴者様からですね、いろいろと教えていただきました。この桜ですね、この桜のことだったんですけれども、これは防寒対策というよりも鳥に食べられないように囲ってるらしい。桜んぼだったかな、なんか桃か何かと掛け合わせたって言ったのかな、教えていただきたい。ちょっと名前忘れちゃったんですけど申し訳ございません。確かにすごい花咲かせた後のこうなんていうんですかね、花びらが咲いてその枝っていうか、これここですね、これがすごく丈夫なので落ちてないんですよね。おそらく実をつかせて、まあ食用じゃどうかちょっとわからないんですけれども、まあソメイヨシノではないタイプのやつですね。でもう一つが梅の花にすごく似ているというふうに、まあこちらは普通に梅なんですけれども、寒い時期でも梅の花みたいに咲かせるやつがありましてね、トゲトゲがあるやつですよね。あれがなんだかちょっと、または聞こうと思ってたんですけれども、視聴者様からバラ科の植物だったかなって教えていただいたんですね。バラ科でトゲがあるやつとかですね。いや残念、この方にもちょっとお聞きしたかった。はい、ということで、今日は家庭菜園のもういよいよ夏野菜のですね、準備が始まっているということで、ご紹介になりました。はい、どうもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。